よう。今日も頑張ろうぜ。さてと、今日はどのトレーニングをするんだい？なかなかやるじゃないか。今日はずいぶん張り切ってるじゃないか。ああ、なんだか顔つきが違うぜ。ん？可能性はあると思う。気力の問題だよ。そりゃ、誰だってそうだよ。見せたい人？へえ、お互いに励まし合ってる人か。いいな、そういうの。そっか、それでその顔つきなんだ。うん。そろそろ帰ろうか。学校に遅れちゃうぞ。よう。その前に話すことがあるだろう。とぼけるな。昨日はどうだったんだ。かあ、まだとぼけるか。デートだよ。間違い電話のことのデートがどうだったのか聞いてるんだ。本当か？可愛かったか？間違い電話の子は可愛かったかって聞いてるんだ。学校は聞いたか？どこだ？どこの子だ？何？名前は？立林美春？あれ？そんな子いたかな？おかしいな。でも可愛い子なんだろ？しかし羨ましいやつだな。偶然の間違い電話でそんなことデートまでこぎつけるなんて。あ、そっか。で、その立林さんの相談ってのは何だったんだ？恋の悩み？好きな人。そうか、そうだったか。残念だったな。せっかく高校最後の日曜を潰していったのに無駄足だったわけだ。うんうん。そうか、我が友よ、強がらなくていいんだぞ。泣きたい時は泣け。
俺の胸で投げ。よし、今日は俺が焼きそばパンをおごってやるな。今から屋上に付き合ってほしいんだけど。この前のことについてなんだけど。あなた見たでしょ、放課後に私が子供たちと一緒にいたところ。あのこと誰かに話してないでしょうね。ならいいんだけど。ええ、実は今保育園でお手伝いしてるのよ。あの公園の子ケンちゃんって言うんだけど、あの子の保育園で少しの間だけ人手がいるって言うから、それで仕方なく。とにかくこのことは絶対に内緒よ。ダメよ、この完璧な美しさを誇る私に庶民的なイメージがついてしまうじゃない。まったく、オーディションのことといい、あなたには秘密を知られてばかりだわ。それがまだ来ないのよ。もしかしたらあの審査員がまた意地悪してるんじゃないかしら。あんな言いがかりをつけるような人ですもの、きっと合格通知の発送を遅らせているのよ、この私の美貌に嫉妬して。ええ、ケンちゃんが私に懐いているのを見たホボさんに熱心に頼まれてしまって仕方なく。いい？保育園のことは絶対に内緒よ。ほとんどの審査員が私の美しさを絶賛したわ。ただ一人を除いてだけど、私の美しさに嫉妬してるんだわ、きっと。そんなのわからないわ。オーディションの時はメイクも衣装も完璧で、いつにも増して私の美しさは光ってたはずよ。あの審査員の嫉妬よ、間違いないわ。一番輝いた時というタイトルだったわね。私はどの瞬間も常に輝いているでしょ。どの瞬間かなんて選べないから、私のこの美しさそのものについて書こうと思っているわ。それにしても遅いわね、そろそろ約束の時間なのに。ちょっと待って、あなたにも会ってほしいの。実はあなたをここに呼んだのはもう一つ理由があるのよ。実はオーディションの最終審査のアピールタイムでしなくちゃいけないことがあるんだけど、それがエアロビクスなのよ。それで、そう、あなたにエアロビクスの練習付き合ってほしいのよ。あなたにしか頼めないでしょ。オーディションのこと知ってるのはあなただけなんだから。
それに一人で踊るのなんて恥ずかしすぎるわ。それについては問題ないわ。強力な助っ人を用意しているから。去年の卒業生で踊りや振り付けについてはこの人を置いて他にないという方よ。そろそろ来るはずなんだけど。あら、いらしたみたいね。いや、遅れてごめん。演劇部の後輩たちと話が弾んでね。君たちだよね、エアロビクスを習いたいっていうのは。紹介するわ。こちら、元演劇部の部長さん。いや、よろしく。それじゃあ早速始めようか。じゃあ、君たちもレオタードに着替えて。エアロビクスをするんだろ。だったら当然だよ。いいわ。いいじゃない。ちょっと着てみたいわ。さあ、早く着替えて。似合ってるじゃないか。さあ、来たみたいだよ。お待たせ。どう？似合うかしら。ま、分かりきってることだけど。よし、じゃあ始めようか。私の説明をよく聞くのよ。操作方法は方向キーで腕の動き。丸ボタン、×ボタン、四角ボタン、三角ボタンで足の動きとなっているわ。コントローラーの左半分が腕の動き、右半分が足の動きと覚えるといいわね。お手本の動きは腕の動きと足の動きの2つの組み合わせでなっているわ。そうそう、もう一つ、エアロビで大事なのは表情よ。 L1 ボタンが微笑みボタンよ。ゲーム中このボタンで微笑むの。まあ大体こんなところよ。言葉で聞くより実際に始めた方が早いわね。それじゃあ始めるわよ。いいわね。よし、基本から始めよう。まずは腕の動きを覚えてくれ。これが上の動きだ。これが右の動きだ。これが左の動きだ。これが下の動きだ。これが上の動きだ。これが右の動きだ。これが左の動きだ。これが下の動きだ。次は足の動きを覚えてくれ。これが×の動きだ。これが三角の動きだ。これが四角の動きだ。これが丸の動きだ。これが×の動きだ。これが三角の動きだ。これが四角の動きだ。これが丸の動きだ。次は腕と足の組み合わせだ。
×右で三角、左で四角、下で丸、上で三角、下で四角、左で×、右で丸、下で×、上で四角、右で三角、左で丸。よし、決まったぞ。今度は本番だぞ。三角、丸、ナイススマイル。右で三角、左で丸、下で×、左で三角、右で丸、下で×、右で四角、下で三角、左で丸、右で三角、下で丸、左で×、右で丸、上で三角、下で四角、左で×、下で丸、右で三角、左で四角、上で丸、右で×、下で三角、右で丸、下で四角、右で三角、下で四角、上で三角。なあ、こんなものだな。よし、なかなかいい感じだったぞ。エアロビを舐めてもらっちゃ困るぞ。エアロビクスとは酸素の消費を促す有酸素運動のことなんだ。心肺機能が要求される過酷な運動なんだぞ。では僕はこの辺でもう行くよ。それじゃまた。あなたが横にいるとなんだかやりやすいみたい。私の役に立てるなんて幸運ね。それじゃあ私も失礼するわ。そろそろ保育園に行かないと。何か本をお探しですか？はい、どうして私のことを？私が文集の記事になってるんですか？あ、そうなんですか。なんだか恥ずかしいですね。そんな、私はただ毎日ここに来て読みたい本を読んでいただけですから。そういえば何か本を探していたようですけど。マラソンですか？だったらスポーツ関係の棚ですね。4つ並んでいるうちの一番奥の棚です。マラソンの上達法がいいと思いますよ。
上達法シリーズはスポーツの本では一番信頼されているんです。前にサッカーの上達法を借りた人は今度プロのサッカー選手になるんですよ。はいはい、じゃあ手続きをしますからちょっとだけ待っていてください。お待たせしました。マラソンをされるんですか？そんな、自信を持ってください。私、マラソンのことは何もわかりませんけど、どんなことでもまずは自分を信じることから始まるんだと思います。自分を信じればきっと大丈夫ですよ。あの、中国の歴史って本を探してるんですけど。あ、はい。ごめんなさい、もう行かないと。いえ、マラソン頑張ってくださいね。こんにちは。虹の先輩ですか？前に言った通りですけど、サッカー部の偉大な大先輩で、卒業前にしてすでに伝説のマネージャー、運動部全体のアイドル、優しくってよく気がついて女らしくって、あ、これもう前に言いましたよね。ま、そういったわけで私なんて足元にも及ばない素敵な人です。はい、もちろん間違いなく私の人生で一番好きな人の一人です。それって結構当たってるかも。私にとって虹の先輩はいろんな意味で越えられない壁かもしれない。あんまり考えたことなかったですけど。そうですね、マネージャーとしても女性としても。はあ、なんか劣等感。分かってますけどね、時々なんて不公平なんだろうって思いますよ、ああいう人を見てると。命でも救われたんですか？同じこと言ってますよ、向こうも。ありがとうございます、先輩、慰めてくれて。え、そうでしたっけ？先輩の気のせいですよ。先輩になら、その代わり絶対誰にも言っちゃダメですよ。私ね、今好きな人がいるんです。茶化さないでください。
知らない人。先輩よく覚えてますね。私ね、告白できないんです。だって先輩は伝説の木で告白してくれそうな人いるんですか？ってことは可能性はあるってことですよね。私もそう思ってたんですけどね。ずっと考えてたんです。せめて卒業するときに伝説の木の下でって。もういないんですその人。ちょっと前に転校しちゃったんです。わざわざこんな時期になってから転校なんてしなくていいの。もう少しだけいてくれたらよかったのに。伝説の木も効果ないですよねって、そういう意味です。前の冬休みに突然にね。みたいです。出会ったのは私が入学してすぐくらいだから、もう2年ですよね。その頃は別に何とも思ってなかったんです。っていうか別に好きな人もいたし。ああ、例の補欠の先輩のことですけど。それから補欠の先輩に好きな人ができて、諦めきれなくて、その頃彩りっていうバンドのギターの人とかに相談したりして、なんとか諦めがついた頃から少しずつ。2年になってクラブとかすごく大変になってきたんだけど、何かって言えば相談に乗ってもらってたな。ある時に先輩今年で卒業しちゃうんですよねって言ったら、留年するから来年一緒に卒業しようよって言ってたんですよ。それなのにずるいですよ、こんな中途半端にいなくなっちゃうなんて。ええ、好きな人がまだそばにいる先輩が羨ましいです。それはそうなんですけど、今のままの私じゃダメですよ。だって自分に自信が持てないから。私が西野先輩みたいに素敵な女性だったら、卒業式の日には引きずってでも連れてくるんですけどね。本当は分かってるんです。転校したから告白できないなんて言い訳に過ぎないって。それは分かってるんです。でもせめて卒業の日まで待ってて欲しかった。それまでには変われるかもしれないって思ってたから。変われないうちに行っちゃった。さようなら。君か。うん、ちょっとね。違う違う、調子は上々だよ。今も泳いだばかり。うん、今ちょっと考えてたんだけど、ここのプールもう泳げるのってあとちょっとなんだなって。
なんだかそう考えたらちょっと寂しくなってさ。うん、楽しい時も辛い時も本当にお世話になったよ、このプールには。うん、私も気になってるんだ。会って話がしてみたいな。うん、誰か見かけたら教えてくれよ。文集作業の時間？頑張れよ。そんなに気にしなくていいよ。じゃあ構成の方よろしくね。私は写真を選んでるから。
お疲れ様。うん。ね。うん、大丈夫そうだね。すごいね、一人で全部見つけるなんて。あとは写真だね。その記事だと、この写真でどうかな。卒業式の前日に卒業ライブをやるって聞いたわよ。ライブハウスゼロでやるんだって。今までもクリスマスライブとかそこでやってたみたい。割と大きなライブハウスらしいんだけど、チケットはすぐ売り切れちゃったんですって。それじゃあ、そろそろ帰りましょうか。何？そうなの。じゃあ、しょうがないね。ううん、いいの。気にしないで。
それじゃあ、また明日。いたいた。ごめん、あなたの教室覗きに行ってたの。待った？そう、よかった。どうかした？どうしたの？制服をジロジロ見てるみたいだけど。信じてなかったの？どう？制服は似合ってる？いろいろあったけど楽しかったよね。きっと完走できるよ。それがまだ。ごめんね、なんだか心配かけちゃって。大丈夫、なんとかなるよ、きっと。卒業式の日にあの木の下で女の子から告白して結ばれた恋人たちは永遠に幸せになれる。え？考えとくね。困っちゃうよ。一応進学することになってるよ。あなたとは違う大学だよ。あ、その同じ大学に進む人の一覧にあなたの名前はなかったから。あなたの大学調べたりするわけないじゃない。あ、ねえねえ、あそこ見て、シールプリントがあるよ。ねえ、一枚取ろうよ。うん、ね、行こう。これ？え？まずくなんかないよ。うん、定番だもんね。うん、これにしよう。
ったのね。楽しかった。うん、いい思い出。ううん、それじゃあ帰りましょう。夜更かししないで早く寝るんだよ。それじゃあもう起きるね。おやすみなさい。話絶対内緒ですからね。そういえば先輩の好きな人のことを聞いてませんでしたね。先輩、私だけずるい。さっさと白状しなさい。あ、もうこんな時間。さよなら先輩。私にご用かしら。あら、だらしないわね。私には関係ないわ。そうそう、エアロビクスのことなんだけど。あら、ずいぶん長話になってしまったわ。それじゃ。話になっちゃったわね。それじゃあそろそろ切るね。おやすみなさい。